次に、風呂配管工事を行います。風呂配管は、被覆導管 15A、佳境ポリエチレン管 13A を使用の場合、最大配管長15メートル、最大曲がり数は10曲がりまでです。工事説明書を確認の上、正しく工事を行ってください。 断熱材付き加強ポリエチレン管にタケノコ継手をセットします必ずバンドで固定してください次にパッキンを配管にセットしてネジ部を当たりが出るまでまっすぐに手締めしますトルクレンチで20ニュートンメートルで締め付け必ずスパナでとも掛けしてください ネジ部をトルクレンチで締め付ける際のスペース確保のため、行き配管、戻り配管の順で接続してください。風ロ接続アダプターに配管を接続します。風ロ接続アダプターは必ず無極性の専用部材をご使用ください。風ロ接続アダプターの取り付けは、 工事説明書を確認の上、作業を行ってください。配管工事終了後、水漏れチェックをお願いします。風呂配管に漏れがあると、正確な水位検出ができませんので、水漏れ検査を行ってください。